こんにちは。スタイリスト大山俊です。今回の動画では 40代の男性はこの2種類の靴だけ持っておけばいいというテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ、この動画の中ではですね、主に大人の男性に似合うものをですね、ご紹介しているわけなんですが、まあ、大人といってもですね、幅が広いわけですね。まあ、30代の方もいれば、40代、50代の方といろんな方に見ていただいているわけなんですが、その中でもですね、特に40代の男性に似合う靴は何なのか、ここに的を絞って今回は皆さんにですね、動画をお届け してみたいなというふうに思っています ま、30代であれば、割とですね、カジュアルなものもギリギリ似合いますし、20代間の延長戦で、まだですね、走れないこともないんですが、40代になってくると、やはりですね、さすがに似合うものが、20代のコートは大きく変わってくるかなと思ってるんですね。特にファッションアイテムは様々なものがありますが、その中でもですね、足元に来る靴というのはですね、結構印象を大きく左右するので、今回の動画を見ていただきながら、40代の男性はどんな靴を履けばいいのかというところをですね、ぜひ参してください。 参考ににしてていいいただければなという,ふうに思っていますちなみに、こちらのチャンネルでは、主にですね、高いものを中心にご紹介するというよりは、少しリーズナブルな商品を中心に話すことが多いんですが、これはですね、年代によって微妙に答えが変わってくるんですね。ですので、今回40代向けのアイテムということで、どのようにですね、価格帯が変わるのか、このあたりにもですね、注目して最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンツファッションの共同をなるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けの、IT アイテムですとか僕が実際に買ったものの紹介なんかですね僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしていますだいたい週にですね4本ぐらいのペースで動画をアップしていまして、まあ、ちょっとですねこちらのチャンネルでは語り尽くせないようなかなりマニアックな情報ですとか中級者以降の方にですね楽しんでいただけるコンテンツをたくさん用意してますので気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらからチェックしていただければなというふうに思っていますそれでは早速行ってみましょう はい。ということで、ここからはですね、40代の男性に似合う靴をですね、具体的に2パターン皆さんにご紹介をしたいなというふうに思ってます。まあ本当にですね、靴の範囲というのはたくさんあるんですが、 大人の男性が休日に発掘というと、そこまで僕はですね、幅はないのかなというふうに思っています。まあ、特に40代の男性というところに特化すると、僕の中ではですね、2パターンあればいいなと思っていまして、それをですね、早速言ってしまいますと、一つは革靴で、一つはスニーカーなんですね。 かなりこれだけだとざっくりとしたカテゴリーになりますので、もう少しですね、深めてお話をしたいなと思ってるんですが、そのためですね、僕のお得意のホワイトボードをお見せしながらお話をしたいなと思ってるんですが、まあ、靴といってもですね、本当に様々なものがありまして、それをですね、この表の中に落とし込んでみたわけなんですが、まず横軸を見ていただきたいんですが、カジュアルと綺麗めという形で、その靴のですね、特徴を横軸で表現をしています。 そして縦軸に関しては、 若い方向けなのか、大人の方向けなのかというところで、まあ似合う年齢層というところをですね、表に落とし込んでいる形になっています。そしてこの表の上にはですね、ブランド名だとか、あとは靴の種類なんかを書いてあるわけなんですが、まあ早速具体的に見ていきますと、まずはですね、この左側、カジュアルな方向性のものだとですね、NB、これはニューバランスですね、あとはアディダスだとか、ナイキだとか、主にですね、スポーツブランドのスニーカーというものがですね、割とカジュアル方向性のものだと こういったスポーツブランドのスニーカーといってもさまざまなモデルがあるのでそのモデルによって感じ方はさまざまなんですが。 基本的にブランドのロゴが大きく乗っているようなものっていうのはかなり見た目というのはカジュアルになるかなと思っていますそして年齢層で言うとやはりですね大人向けというよりは若い方向けなのでなかなかですねこういったものが大人の男性にはしっくり来ないことが少なくないかなと思っていますですので例えばニューバランスのスニーカーというのはですね結構点線で囲っている幅が広いんですねというのも割とですね様々な世代の方が履くんですね結構ですね20代の男性とかもニュー ユーバランス好きな方が多くて、ですので点線で下の方まで来てるわけなんですが、その反面ですね、大人の男性も ウォーキング用のシューズとして結構ですね、安いニューバランスの靴を履いていたりするわけなんですが、このイメージがあって、ニューバランスっておしゃれに感じる方と結構ですね、おじさんっぽく感じる方がいるわけなんですが、40代以降の男性が履いてしまうと、どうしてもですね、このニューバランスのダサかっこよさが普通にダサく見えがちなので、結構難しいかなというふうに思っています。あとはナイキのハイテク系スニーカーとかもかっこいいんですけども、 こういったものを履いていると、なかなかですね、雰囲気に合わなくて、無理してる感じが出てしまったりするので、結構苗木のですね、ごついスニーカーとか、今っぽいものもですね、ちょっと似合う人と似合わない人が、40代の男性では大きく分かれるかなと思うので、注意が必要かなというふうに思っています。一方で、綺麗めの靴にはどんなものがあるのかというと、こちらですね。 ローファーだとか、U チップの靴なんかがあるんですね。あとはもう本当に普通のストレートチップなんかがあったりするんですが、そういったものはもうビジネス用のシューズで、かなり綺麗めのウィッチで、大人っぽく見えるかなと思います。まあ、カジュアルで履ける靴といったら、このあたりがですね、すごく使い勝手がいいかなと思ってまして、先ほど僕が一番最初に挙げた革靴というのは、こういったローファーか U チップ、どちらかを持っておくと、僕は大人男性はいいかなというふうに思ってます。まあよりですね、鉄板な ローーファーかなと思ってるんですけどもここでちょっと僕の私物のローファーを持ってきたので皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。 はい。それがこちらなんですね。はい。ブラックの普通のレザーのですね、こちらはローファーになっているわけなんですが、まあこういった綺麗めな革靴というのはですね、やっぱり大人次第であれば、一足はあっていいのかなというふうに思っています。例えば今僕はジャケットを着ていますが、休日にもちょっと小綺麗に着るときには、カジュアルなジャケットがあってもいいと思うんですね。まあその時にですね、こういったローファーがあると、すごくですね、バランスがいいですし、 大人の男性にはですね、ちょっと綺麗めのシューズの方が似合いやすいかなと思うので、ぜひですね、こういったローファーチェックしていただければなというふうに思っています。まあ、ローファーといってもこういったコインローファーと言われるような、すごくプレーンなものもあれば、タッセルがついてるようなローファーもあるわけなんですが、少しですね、小綺麗な感じだとか、おしゃれ感を強く出したい場合は、 タッセルローファーもいいかなと思うんですね。一方で、よりベーシックに履きたい場合には、こういったコインローファーがあると、すごく使い勝手がいいかなと思います。ボトムスに関しては、スラックスですとか、あとはイージーパンツとかにもですね、意外とあったりしますし、あとはブルージーンズの足元にもですね、結構ローファーってあったりするので、かえってですね、カジュアルなスタイルの中にローファーを合わせるというのもですね、バランスが良かったりするので、40代以降の大人の男性には、ぜひですね、一足はローファーがあると便利なのかな、 といいう,うに思っています、まあ、ちなみにですね、このようなローファーというのは、いろんなお店だとかブランドから出てるわけなんですね。もう高いものだと10万円を超えるものもありますし、安いものだと GU なんかでも買えるわけなんですけども、GU だとか本当に5000円未満で買えるようなローファーというのはですね、結構ですね、合皮のものも多かったりするので、そういったものデザイン的には悪くないです。結構形も綺麗だったりするんですが、やはりですね、素材の質感というのは40代以降であれば、 やっぱりですね、上げた方がいいかなと思っています。これはなぜかというと、本当に10代、20代の男性であれば、 ある程度見た目に清潔感があって若々しさがあるので自分自身のポイントが比較的高いんですね。ですが僕らのように30代40代になってくると見た目ですね。まあ、体型ですとか肌の質感ですとか髪の毛のボリュームだとかそういったところはですねどうしても20代の頃よりは下がってしまうわけですね。持ち点が低い状態なわけなのでそこのちょっと低い部分はですね何でカバーするのかというと洋服だとかアイテムの質感でカバーしてあげると僕はバランス バランスがいいいかなと思っていますですので10代20代であればある程度安いものであってもそれなりに着こなせてしまうんですが大人世代であれば少しですね価格帯を上げてレザーの質感は良いものを選んだ方がいいかなと思っていますただですねあまりに高いものを買う必要もないかなと思うのであくまで一つの目安としては1万円を下回るものは買わない方がいいかなと思ってまして理想的なのは2万円から3万円これぐらいの間で買えると僕はバランスがいいのかなというふうに 思っています、まあ、具体的なブランド名を言うと、以前ですね、動画の中で解説をしました、バービックですとか、あとはジャランスリバヤとか、まあ、このあたりがですね、まさに2万円から3万円ぐらいの価格帯で買えるので、ローファーとしては僕はバランスがいいかなと思っています。 この辺りで見ていただけると、革の質感もいいですし、形もすごくバランスがいいので、ぜひ大人の男性にお勧めしたいなというふうに思っています。そしてもう一つですね、U チップに関しては僕はちょっと個人用には持っていないんですけども、こちらもですね、まあ本当にこうビジネスシューズのように見えるんですが、少し丸みのあるシルエットで、これまたですね、デニムだとか、そういったカジュアルなボトムスにも合いやすいんですね。あとはカーゴパンツなんかにもですね、結構 U チップがあったりするので、リストカート便利なのかなというふうに思っています。 持っていますですので、見た目の気に入った方、ローファーか U チップ、どちらかを買っていただくとすごくバランスがいいかなと思うので、ぜひですね、綺麗めのシューズの第一歩として、こういったレザーシューズはですね、大人の男性には持っておいていただきたいなというふうに思っています。 はい、続いて2点目のスニーカーなんですけども、まあ先ほどですね、ニューバランスですとか、アディラスですとか、ナイキは少しカジュアルに映りやすいですよという話をしたかなと思うんですが、ですので40代の男性はですね、こういったスポーツブランドのロゴが入っていないような、なるべくシンプルなスニーカーを僕は持っておいた方がいいかなと思うので、その点ですね、ここに書いてあるレザースニーカーというのが、まず間違いのない選択肢なのかなというふうに思っています。まあ今回ですね、ご紹介した靴の中でも、 中間に位置するのがレザースニーカーだと思っていまして、 カジュアルと綺麗めの中間でバランスが取りやすいのと結構ですね大人の男性から若い人まで幅広く似合わせることができるのでその点はですねすごく便利なスニーカーなのかなというふうに思っていますちなみにレザースニーカーといってもですね様々なものがありまして例えばアディダスのスタンスミスですとかあとはスーパースターですとかこういったスポーツブランドが出しているレザースニーカーに関しては割とですねこちらのカジュアルめで年齢層が若い方でも似合いやすいレザースニーカーなのかなというふうに思っています 一方で大人の男性に似合いやすいレザースニーカーというのは僕はですね、スポーツブランドのロゴがなるべく目立たないかついてないものの方がバランスがいいかなというふうに思っています。よく僕の動画の中でもお勧めしているセレクトショップのオリジナルのレザースニーカーですね。このあたりが結構使い勝手がいいかなと思っています。ちょっと具体的にお見せしたいので持ってきたわけなんですが、まずはこちらですね。 二足持ってきてるんですけども、一つはですね、割と若い年齢層でも似合うようなアディダスのスーパースターですね。これ私物のものなんですが、やっぱりですね、デザインとしては少しカジュアルなんですね。こちらに関しては表面はレザーなんですけど、つま先部分にはゴムが使われていて、少しカジュアルな見た目になりますよね。それでもこれはですね、別注バージョンなので、すごく大人っぽく仕上げてあるので、僕は大人の男性にも似合うかなと思うんですが、よりシックで大人に似合いやすいのは、このようなセレクトショップのオリジナルで作っているレザースニーカーかな、 なと思っています僕が今持ってるのはナノユニバースのオリジナルのものなんですが。 アッパーに関してはブラックのレザーになっていまして、そこに関してはホワイトになっていて、2色だけで展開されてるんですね。表面のデザインはすごくシンプルで、これであったらですね、大人の男性にもすごく似合いやすいかなと思っています。マイシーズンナノユニバースですとか、あとはビューティーユース。最近ではユナイテッドアローズのオリジナルのレザースニーカー。これがまたすごくバランスがいいんですね。僕が普段のスタイリングの中で最近よくお勧めしているのは、こちらのユナイテッドアローズのスニーカーなので、まあ、こういったものであればですね、大人世代にはすごく似合い やすいいかかかなとと思ううので2足目しししててはははこういったレザーーーーースススニーカー色に関してはブラックベベもしくはホワイトベースかどちらかを揃えるか、もしくは2足あっても僕は全く問題がないかなというふうに思っています。休日用の靴としてはそんなにバリエーションは僕は多くなくていいかなと思うので2足から3足ぐらいあれば十分かなと思うのでまず1足目は綺麗めな靴としてローファーかユーチップかどちらかを持っていただいて少し小綺麗に着こなしたい時に使って っていただければなと思ってまして普段日常的に使うのであればレザースニーカーですねまあ汚れが目立たなくて使い勝手がいいのはこういったブラックレザースニーカーなんですが春夏に関してはですねこういった明るめのスニーカーもすごく使い勝手がいいのでまあ、それぞれ持っておくと間違いがないかなと思うので焦らずですね1個ずつ丁寧に揃えていただければなと思っていますまあだいたい価格帯でいうとこういったレザースニーカーでいうとですね1万5000円前後というものが多いかなと思っていますまあ、スポーツブランドのこういったスタンス スミスだとかスーパースターも15000万5000円前後ですしセレクトショップのオリジナルもだいたい15000円前後で買うことができるかなと思っていますもう少し投資ができる方だとですねこういったレザースニーカーいっぱい種類があるんですけどもその中でもコモンプロジェクトのレザースニーカーはめちゃくちゃ完成度が高いのでぜひそちらも頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています はい。ということで、今回の動画では、40代の男性が持っておくべき靴は、この2種類だけでいいというテーマでお届けをさせていただきました。結論を言うと、このようなレザーのシューズですね、ローファーなのか、U チップなのか、このどちらかを持っていただければいいのと、そして2つ目がこちらのですね、レザースニーカーですね、なるべくスポーツブランドのロゴが目立たないものか、もしくはセレクトショップのオリジナルに関しては、本当にロゴがないので、こういったものを選んでもらえば、まず間違いがないかなと思うので、まあ、この2パターンをですね、ぜひ40代の 代の男性は揃えてててみいいいただければなという,ふうに思っまます、まあ、どれもですね、そんなに値段は安くはないんですね。安すぎると先ほどお伝えした通り、なかなかですね、自分の見た目とのバランスが取りにくかったでするので、僕たち30代、40代の大人の男性は、デザインはベーシックなもので、素材の質感はある一定基準を超えるものを選んだ方が、僕はバランスがいいかなと思っています。もう本当に高くて手が届かないものまで頑張る必要はないかなと思うんですが、少し背伸びするぐらいのものがちょうどいいかなと思うので、ぜひその点も頭の の片隅に置いていいててただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの興味をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画もお楽しみにおししゃれ初心者者かから中級者へステップアッププアませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山俊のメンンバーシップチャンネル